ガレス・ハロルド・サウス・ゲートは、イングランドアトフォード出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは DF。クリスタル・パレスのユースチームでキャリアをスタートさせ、1988年からトップチームに昇格。主に右サイドバックやセンターハーフのポジションを務めた。キャプテンとして臨んだ1993から94シーズンはチームを、 ファーストディビジョン優勝に導き、チーム史上初のプレミアリーグ昇格に貢献した。シーズン後には7シーズンにわたり152試合に出場したクリスタルパレスを離れ、アストンビラに2.5万ポンドで移籍。アストンビラではセンターバックにコンバートされ、レギュラーとしてプレー。移籍初年度からチームはリーグカップを優勝し、翌年の UEFA カップ出場権獲得に、 貢献した。アストンビラが FA カップ決勝に進出した1999から00シーズンも同クラブでプレーを続けたが、ユーロ2000の直前に国内ビッグクラブへの移籍を希望し、トランスファーリークエストを提出。クラブ側はキャプテンを務めていたサウスゲートの遺留に勤めたが、移籍リストへの掲載から1年後の2001年にクラブを去った。 ビッグクラブへの移籍を希望したものの契約はまとまらなかったが、ミドルズブラ FC の監督に就任したスティーブ・マクラーレンの要望により補強第1号として同クラブへ加入した。マクラーレンはビラ時代にセンターバックのコンビを組んだウーゴ・エヒオグとのコンビを高く評価し、再び組ませるために獲得を熱望していた。彼はすぐにミドルズブラでファンの人気をつかみ、 シーズン後にはチームの年間ベストプレイヤー賞に選出された。2002から03シーズンにはキャプテンであったポールインスがクラブを離れ新チームのキャプテンに就任した。2004年2月にミレニアムスタジアムでリーグカップで優勝。ミドルスブラでトロフィーをあげる最初のキャプテンになった。しかし優勝直後に膝じ帯損傷シーズン終了前に チームから離脱した。リオハーディナンドが2004年1月に薬物検査を行わなかったことを受けて、マンチェスターユナイテッドに移籍するという噂があったが、移籍は実現せず、ミドルスブラとの契約を2007年まで延長した。2006年5月に行われた UEFA カップ決勝のセビージャ FC 戦が、サッカー選手として最後の試合となった。2006年、 スティーブ・マクラーレン監督がイングランド代表監督を辞任したために暫定的処置として当時チームでキャプテンを務めていたサウスゲートがライゼンスは所有していないものの監督に就任し同年正式に現役を引退したサウスゲートはデリー・ベナブルズ政権時代の1995年12月に行われたポルトガル代表戦で代表デビューを飾った 代表チームでは2得点を記録しており、初ゴールは1998年10月14日に開催されたユーロ2000予選のルクセンブルク代表戦である。2得点目は2003年5月22日に行われた南アフリカ代表との親善試合で記録。彼の代表50キャップ目は2002年9月にくしくも代表デビュー戦と同じポルトガル。 代表戦であり、以前所属したアストンビラのホームスタジアム、ビラパークで行われた。結果は1から1の引き分けであった。なお、彼は代表通算57キャップを記録しており、アストンビラに所属した選手の中で最も多くのイングランド代表キャップを残した選手である。2006年当時、ミドルズブラ FC を指揮していたスティーブ・マクラーレンがイングランド代表監督に就任したために、 選手兼任監督として、監督に就任し、監督としてのキャリアをスタートさせた。その後、正式にライセンスを取得しミドルズブラの監督となったが、2009年10月に解任された。2013年からは U-21 イングランド代表を率いていたが、2016年9月にイングランド代表監督のサム・アラダイスの解任に、伴い暫定で指揮を取り、 同年12月、正式に、イングランド代表監督に就任した。2018FIFA ワールドカップでは、近年国際大会で低迷が続いていた、イングランド代表を1990年大会以来の4位に、導いた。さらに UEFA ユーロ2020では、UEFA 欧州選手権史上初の決勝戦に、導いた。しかし、決勝戦ではイタリアに、PK 戦の末に敗れ、 準優勝に終わり、さらに PK 戦でのキッカー選考にも物議を醸すことになった。ありがとうございます。